イモキューハイランドもそろそろ閉園の時間だから、いつもね、行っちゃってなんだこの振りは。来てください。はい、ありがとう。ありがとう。今日はコメントが届いたみたいだよ。まだあるの？花澤香菜さん、誕生日おめでとうございます。はじめまして、ちーたけおです。直接まだ終わすごい、これ本屋で見たよ。私買おうか迷ってたんだよ。みんな好きだよ。カナちゃん泣かないでよ。虫まで泣けてくるじゃない。カナちゃん、また遊んでね。プライベートでも。もうだって最初からかすみさんなんだもん。やばいっす。みんな好きだぜ。はい、花澤香菜の一人でできるかな。香菜ちゃん、今夜は楽しんでもらえたかな。楽しかった。イモキューハイランドもそろそろ閉園の時間だから。いつもね、行っちゃって。なんだこの振りは。はい、そうですね、早いっすね。なんかいろんなことがあったからかもしれないけど、はい、じゃあ行きます。花澤香菜の一人でできるかな、そろそろエンディングの時間になってしまいました。番組では各コーナーへのお便りを募集しています。詳しいコーナー紹介はブログにアップされているので、ぜひアクセスしてください。すべてのメッセージの宛先は郵便番号 105-8000 に文化放送花澤香菜の一人でできるかな各コーナーまで。メールの場合はすべて小文字でできるかな @joqr.net です。たくさんのメッセージをお待ちしております。そしてここでお知らせです。明日の夜市とね、ドルアーガノとザ・ソード・オブ・ルク、絶賛放送中でありますので、皆さんぜひ見てください。今佳境に入っている最中ぐらいですかね。はい、あとですね、4月からスタートするバスカッシュ、ここ役で出演が決まっております。あと同じく4月からスタートするパンドラハーツという作品でシャロン役で出演が決まっております。あと今絶賛公演中の公演中かお芝居軍団モズカンズ天使は瞳を閉じてに出演しております。場所は築地本願寺ブリストホールにて、期間は2月22日までなのですね。ぜひぜひまだ入れるので入れると思います。わかんないけど、はい、来てください。かなちゃん、ありがとう。今日は一緒にイモキューハイランドを回れて楽しかったぞ。ありがとう。最後のお祝いコメントが届いたみたいだよ。まだあるの？花澤香菜さん、誕生日おめでとうございます。はじめまして、ちーたけおです。直接まだお会いしたことはないんですが、いろいろ聞いたところによると、ちーさんぽという散歩の番組の大ファンだそうで、ありがとうございます。2月25日に20歳になられるそうで、まあ先輩というか、おじいちゃんからの一言だと思っていただきたいんですが、私はまあ俳優という仕事をしてきて、大事なことは何かなって今この年だと思うのは、多くの経験かな。それは見る、
聞くも含めて自分が体験とはいうことではなくても、うん、あの目に焼き付けるとか、あの話を聞くとか、あるいは体で覚えるとかっていうことの経験の多さが表現力のこう幅になるように僕は思っていますので、どうぞ二十歳ということを契機にこれから多くのいろんな経験を豊かにこうしていって、いい声優さんあるいは女優さんになっていただく土台を作っていただきたいと、人生ずっと我々の仕事は勉強ですから、ここで終わりじゃなくてこれから始まるわけでしょうから、どんどん頑張っていただきたいと思います、これからもそういう意思を持って頑張っていただきたいと思います、今日はですね何もあのかなちゃんにプレゼントってないんだけど、私の絵手紙の本が出たのと、ちいさんぽという番組のストラップがこうあるのね。ですからこれをあのささやかなお誕生日のプレゼントにさせていただきます、それからも頑張ってください。ちいたけおでした。本当に最後になっちゃったけど、はい、泣かない。感想お願いできる？あと私はここまでしか入れないから。あ、そうなんだ。ここでさよならだよ。カナちゃん泣かないでよ。虫まで泣けてくるじゃない。カナちゃんまた遊んでね。次回の放送は3月4日です。ああ、そう、今日こんなちゃんとした放送だと思ってなかったから、違う、そういう意味じゃなくて、あのビデオがついてるとか思ってなかったから、なんかパーカーとかで来ちゃうところだったか。良かったです。はい。みんな好きだぜ。はい、次回もみんな聞いてくれるかな。